ゲオルク・ボルフガング・ノール・ヨハン・ワダン・シュワイガート、ゲオルク・ボルフガン・ククノールは、ドイツの版画家、化石の収集家である。若い頃は、父親の木工品取引を手伝い、木工ろ路技術を学んだ。1723年からブランクに、同版画の技術を学んだ。1731年から1735年まで、博物学者、ヨハン・ヤコブ・ショイ・ヒツエルの学術書、 フィジカサクラの図版の制作を、他のニュルンベルクの版画家といった。ニュルンベルクの医師で、博物学者のビューラーと知り合い、その書籍や博物収蔵庫に入ることを許され、自然科学の知識を得た。著作には、植物法典というべき、シソーラスレイハーバリエ・ホルテンシスク・ユニバーサリスがある。博物画だけでなく、肖像画や風景画も描いた。多くの同版画は、 手採識された。ノールは、植物の学名で命名者を示す場合に、ゲオルク・ボールフガンククノールを示すのに使われる。ティッシュリンガー、S89、バラの誕生、技術と文化の高貴なる結合、大場秀明1997年 ISBN978 から41億2101万3910。ありがとうございます。